よし、やるか。ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるんなら俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！うお！ゴムゴムのでっかいゴー！ジェットバズーカ！おっとに頑丈なやつだな。なんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。私はもう死にたいのよ。だこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。考古学とは無関係の人々まで巻き込んだ。島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。盾つくには
お前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、ん、あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイアーバードスター。やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら！全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！ロビン！ロビン！望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたー！私も一緒に海へ連れてって！行くぞ、必ず助ける。羽星は降りねえらしいな。あいつもう近くまで来てやがる。捕まってる場合じゃねえ。カーティフラも取り押さえろ。奴を絶対に逃がすんじゃねえ。Thank you.
来やがった。早いな、正義の門へ向かうぞ。準備しろ。信じよう、必ず今が来てくれる。止めろ、ゴロビンを助けたきゃ。まずは俺に手貸せ。奴らの行き先は分かってる。俺が近づいたら俺が先導してやる。本土砲、私は狙撃キング。ひるみはしないぞ。お安い御用だ、キャプテン。ガンガンを跳ね返しただと。頼むな。丈夫なのよ、鉄だから。ニコロビンの行き先は正義の門だ。連行するぞ。あの女を連れてこい。あの門を通過するまでがルート。侍の橋の支柱で迎え撃つぞ。やるかんび。無駄じゃ。侍の橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にて俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が、そうか、分かった、分かったぞ。俺にしかできないこと。望むな。目と違って痛ぶる趣味はねえからよ。俊節で何なんだよてめえは。あの左中水バカ女への同情か。血の気をつけ、怒りでヒートアップする気じゃ。敵の進路を封鎖できねえか試してみるか。しくしょうめえ。あの CP9 も倒して鍵を奪っちまえ。とくと見よ、キリンという野生の底力。俺は切れてきやがった。俺はチョコラ救治室に行ってくるぜ。キリンのパワーをフルに活用した四刀流、もはや貴様に勝ち目などないわい。キリンのパワーも四刀流も何一つ身に掛ける根拠にはならねえ。鍵をくれてやるわい。CP9 落としろ。何やってんだ、海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫、バスターコール用の。なんてバカなことを。うっかりした。バスターコールをかけちまった。
よく来た。あ、鳩のやつ。ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。長官はニコロビンを連れて先をお急ぎに。私はここで海賊を始末しておきます。共にここまで踏み込まれるとは。ルッチがいて助かったぜ。止めれ。言ってるだけで犯罪女。正義の門はもうすぐそこだ。ネットハンマー。頼むぞ。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追ってくし去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。さあ来い。こう言ってんだよ。いい加減に。なんだい、離れねえ。こいつ石橋に食らいついていやがる。なんて往生際の悪い女だ。いまいましい。シグ、こんなにも怖く感じる。知りたくない。ここは動かない。みんなが必ず助けに来てくれるから。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。見せてやる。六式のすべてを。極限まで高めた者の最強の大義。負けられるか、バカ野郎。俺のこの一丁羅にかけて望むぞ。なんてなんともねえ生を執着。もうお前に希望などねえんだ。さあ歩け。
これでいいんだ。一緒に帰るぞ、ロビン。ロビンは俺に任せろ。よっと。長花君、みんなありがとう。まだだ、まだ終わってねえぞ。軍艦の艦隊だ、バスターコールが始まるぞ。バスターコール発動。標的海賊麦わらの一味とその協力者、現状把握不要。四方の島エニエスロビー、そのすべてを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。おい、見たか、これが俺が発動したバスターコールの力。これが正義だ。手段がねえ、どうすればいいんだ。何か聞こえる。誰だこの声。一体わからねえが、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向かえ。決まったんなら最短距離で行くぞ。クードファン。政府のやることかよ。はい、感情もなく地図から島を消すだけ。それがバスターコール。いいところに現れるじゃねえか。逃がすくらいならあの女ごと吹き飛ばせ。そう、大将青木氏から言われている。大将青木氏より。よし、狙え。全艦攻撃開始。攻撃だ。逃げつけ。死ね。うまいな、助かった。この行儀は悪いな。ああ
くぜ。三刀流三脚混同キャノン。
こへ。一体誰だ。誰だ。誰なんだよこの声。誰。なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ。ルフィを海へ落とせるか。任せて。海へ。海へ。海へ。メリーゴーに乗り込め。メリー。迎えに来たよ。さん、とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろ。してくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。分かった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う。そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。あげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。本も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった、メリー。
チッ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 。